チャオあっちゃんです。ちょっとグツグツグツ見えてきた。徒歩のぐらいでいいかな。このぐらいしときましょう。はい、今日11月8日、あっちゃん家の晩ご飯はおでんです。はい、では食べたいと思います。はい、どうぞ。これ取って食べ、ね、おでんをね、いろいろ入れてやんの。今日はね、豚串な、ちょっと汁入れる。汁を入れて、もう食べ、食べなさい。味噌入れるんやったら味噌あるよ。で、柚子胡椒もあるよ。はい、テレビのチャンネルは？味噌。味噌いる？柚子胡椒は？後で入れる？これ普通の田舎味噌、合わせ味噌、田舎味噌ってな。混ぜてもいいよ。混ぜてもつけてもいいし、ということで食べていきたいと思います、ね、まずやっぱり大根や、今量も大根食べてる。やっぱり基本大根からやね、やっぱり。うん、先が邪魔やね。水酒飲みます。おいしいおいしい。大根、うん、あ、味染みてる、おいしい。さっき味見したんだけどずっと味染みてる、うん、おいしいわ、うん、あ、電気くらいね、つけてないよな。はい、カメラがね、新しくなると、うん、顔が明るいでしょ、うん、やっぱり多分カメラの加減やってるね、うん、めっちゃ茶色く見える。何が？画面。そっちから見た。そっちから見たらじゃあ、そっから見て切れよ。うん。特製餅巾着もあるし、卵も下の方に入ってるし、こんにゃくはあの大川のこんにゃくやからブリブリで美味しいよ。うん、好きなの食べ。左のね、下の歯の奥歯の詰めてる銀が浮いてきてんねん。痛いねん。うん、また外れるんかな。ん？うん、豚、豚串。あのまま味ついてんの？ついてるよ。もち巾着いきましょう。こんにゃくのとこか。串も取っておこうか。どう？味ついてるやろ。もうちょっと甘い系の味が好きかな。今これおでんの出汁やからな。うん、うん、これなんか美味しい、うん、甘い系なタレ系の味の方が好きやわ。そっか、今度は味噌炊きしたるわ。味噌炊きも美味しいよ。うん、筋でやったほうがいいけどね。筋込んで土手焼きみたいにして、やっぱりね、豚さん入れても美味しいかもからね、うん、味噌つけたほうがいいかもからね、豚さん。もうちょっと味噌足そうかな。うん、もうちょっと味噌足そうかな。味噌足すの？豚さんに、ね、味噌をつけて。光はね、味噌をね、スープで溶くタイプやね。あっちゃんはね、具材に味噌つけて食べるタイプやね。お母さん、味噌つけとんねん。だんだん混ざってきます。
やな。本当は味噌つけててんけどな、うん、混ざった方が美味しいことに気づいてな、うん、混ぜて、うん、美味しい。混ざった方が美味しい、うんうん、まあ味噌だれみたいになるからな。温まんね、やっぱおでんはね、うん、おでんには日本酒やねん。日本酒やもんって買ったら日本酒ちゅうだけど、甘いお酒やったけど、うん、日本酒ってなんか瓶みたいなやつに入ってるイメージ。うん、おチキンチャック美味しい。自作でいっぱい作れんのいいわ。これで100円かかってないからね、8個で、うん、おいしい。練り物も食べとこう。じゃがいもも入ってんね。いっぱい食べてよ、まだあるよ。お裾分けしてもまだ余るっていうぐらい作ったよ、今回。一回で作れたら、量産作る方がね、美味しいもんね。染みてるかな。一応圧力鍋で煮たからなと思う。染みてると思うんだけど、うん、今美味しい。ホクホクなってる。これバター乗せて食べたら美味しいやろね。映ることを気にしてんの。そりゃシャイボーイになった。熱すぎる。熱すぎる、うん、体温まっていいやろ。卵いこうかな。さっき卵爆発やったよ。これや爆発卵を食べとこう。練り物とかも食べといてや。美味しい。味が染みてるわ。さあ卵があるのかな、染みてるかな。うん、美味しい。明日になったらもっと染みてるけどね、ちょっと美味しいよ。
粒になってきたわ。何もこの辺でさ、卵一口で口入れてしまったの。熱い。はい。ってことね、ここには分かった。ベロやけどしたよ、卵の。あ、めっちゃ痛いんだよ。噛みへんって硬すぎてブリブリやろ。うん、オオカミこんにゃく美味しいんだ。まだ餅巾着向こうにまんで入りきらへんから持ってきてないね。お餅巾着やガンモドキが食べたい。あ、これ違う、なにこれ、あれガンモドキやらへん。餅巾着ばっかりやんか。あった、あった。小さいガンモドキをね。ガンモドキってやんの？ガンモドキってんの？何や、知らん。うにゃうにゃだもん。食べてみる？これがもどき、はい。探しとるときあらへんかったのに。たこ焼き、たこ焼き違う。ふわふわしたもん。もどき。がもどきってな、昔、もうお肉食べられへんやろ。うん、なんかガンっていう鳥がおってんな。うん、みたいなもんやよって、それを食べとって。鳥食べた気分になっとって。っていうらしいね、多分。なんかな、ガンっていうな、うん、なんか話があった。なんかガンのな、うん、英雄とかのことか。ガンの英雄？なんかガンのな、うん、知識固めてるやつみたいな。うん、今じゃがいもです。もうガンもできたね。美味しいよ。いろいろふわふわにいろいろ入ってる。ちくわぶ食べたかったけどね、関西にはちくわぶが売ってなかった。いろいろスーパー探してもちくわぶなかった。あ、よくなってるじゃん。お部屋でね、鍋とか温めると部屋が温まるからね。で、これ食べ終わって温まった思って服脱いだらね、あと寒なんで急に行くんだけど、危ない危ない。手袋？よく向くの？何それ？そうなの？まあね、オーストラリアの今やってんだけど、縦型ピー、I 型ピーラー使ってやってんだけど、子供がすごい不器用に向いてんね、力いるしとかで、コツがあんのよあれも。なんかね、I 型ピーラー確かに使いにくいけどね、でも、うん、慣れたら I 型ピーラーも一緒やけどね。管理が悪いと切れは切れ味悪なんで。要はね、ピーラーの歯の当て方。
なるほどね。何を食べようかな。大根行こうかな。大根いっぱいあるしね。5キロから7キロぐらい、3日か4日でなくなる。ジャガイモ、オーストラリアジャガイモだもんな。お米食べへんのか。ジャガイモが主食なんかな。結構そういう国多いもんね。安っ。もちきん持ってきて。え、もちきん、もちきんにはそうあるよ。わお、もう感情つかんで。ヤノグロがジャガイモ噛むの。ジャガイモなんか噛むかんとつぼたいねんやん。じゃあ皮が美味しいのに。すごいな、気持ち悪いねん。これもうちょっと声大きいしようよ。聞こえへん。テレビジャンルどこやったん。テレビジャンルどこやったん。IH コンロがうるさすぎてテレビ聞こえまず、ね、家で卓上ですのにね、ガス持ってこんでるし、便利やしね、ね、飛び火せえへんから、ほら火事にもなりにくいだろうと思うしって思うねんけど、うるさい、ファンがね。アルミ鍋使われへんし、結構不便。土鍋もあかんし、太陽の土鍋あるらしいけど。あ、ごぼ天や、ごぼ天食べてなかった。食べよう。もういいの、うん、うどん入れる。まだもう入れる。うどん何玉入れる。まだあるで、グーもあんで。うどんこかけます。うどんこ。うどん取ってきました。とりあえず3玉、いや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 、3玉取ってきてんけども、で1玉入れましょう。うちね、あっちゃんの家族は、あっちゃん含めみきちゃんも入れて、子供ちゃんも全員おでんでご飯食べられへん家族やね。だからね、もう最後締めうどん入れんねんけどね、やっぱりあの炭水化物とかなあかんからね、だからうどん入れます。スープ出した方がいいな。うわ、出た、ラムの手切りうどん、きしめみたいなやつ。一人だけ、限定一人。これもちきんもみんなね、いった？いや、もう一個ある。もちきんちゃんもいきましょう。パスタのね、締めがね、ちょうどブヨブヨになってね、ちゃんと止まってね、もちがはみ出してないね。
これ多分あっちゃん失敗した、あの横破れた餅巾着やと思う。餅がはみ出しとった。もちきんやみたいな、おかしい、やらしいぞ。なんで？なんか変。金のところに反応した。暑い。お酒も回ってきて、暑いかもわからへんけど、暑い。でもお酒美味しい。実はね、7% なんです。ちょっときついね。もう少ないじゃん、こんなん。ちょっとしか入ってないじゃん。何ミリグラムとか書いて、180。缶コーヒーやね。ちっちゃいね。その中、その中杯とかから比べたら。食べへんの？うん、もう食べへんの？食べへんね。なんで？休憩？うん。お茶自分で入れそうかな。何を？気がするんだけど、水筒の。何よ。うん。おいしいね。豚串。でもいけてる？うん、あ、炭水化物ないとね、よくあるな、餅巾着あったんや。餅入れてもいいんだけどね。餅巾着あるから餅入れやんでいい。みんな入れてもいいんだけどね。すごい芋。芋のパイとフライドポテト、芋だらけ。オーストラリア料理良さそう。何喜ぶの？何喜ぶの？あの女の可愛かった。外国人わかんない。外国人わかんない。この女の可愛らしいやな。そう、ちっちゃいで可愛らしいな。テレビのために豪華な料理です。テレビ来てるから豪華な。テレビ帰ったお茶漬けだから食べてんの。すごい発想。おでんなしが足らないんだけど、あれ、ふとくどんないかと思った。うん、量、うん、食べてんの。当たりを量が持っていった。ラムもね、救援うどん、まあ、さぬき包丁切りうどん、ね、包丁切りやから時々あの幅広いのが入ってんね。これでもすごいな。岡山県総社市って書いてあるけど、岡山県で作ってか、メイドインジャパンで一玉9円って。まあでも全国のラムーとかのうどんも作ってるから数いくねやろけどね。9円やねこれ一玉。絶対あまあいてちゃんと、これ普通やろこんなん。じゃ逆に赤んもん入れたらあれじゃん、タコつくんじゃん。ほんでも小麦粉と醤油。え？肉ちゃうよ、これ小麦粉と塩だけやんか、うどんなんか。小麦粉と塩っていいじゃん。早く何やんの？小麦粉が外国産とか。うん、それは分からんけどさ。
熱い。うどん玉まだ入れる？うどん、え？もういい？うどんまだ行く？もういい？いる？はい、もう一丁いきましょう。これもチリペッパーな、チリペッパーか。入れる？うどん全部取って。茹でたのと茹でないのがまだったら呼ぶようになるからさ。うわ、ハムの木がくしゃくしゃになってる。練り物も一緒に取れてきた。こんだけも食べられるかな。返そうかな。ハムの木が崩れてる。魚だも食べた？魚だも食べ？よいしょ。あ、中身熱い。熱いよ。そう、美味しいやろ。肉団子と違って餅みたいな感じ。うん。練り物を返そう。こんにゃくも返そう。崩れたガムの時だけ食べよう。ん？はい。いや。あげる。熱いわ。でも魚団子食べない？食べないよ。食べないよ。どっちかいって。そう。今食べて。今。今食べてた？今食べとこう。もちもち？魚だもんね、これ。もちもちだもんね、まだちゃうで。ちょっと一口食べてみ。ちょっと一口食べてみ。よう似たやつあるよ。確か魚だもんは2つしか入ってんだはずで。うん。食べたよ。食べんなよ。嘘？持ってるやん。してる？食べんの？食べんないか分からん。歩いてより柔らかい。まあ、魚を食べたら賢くなるから食べとき。手をかいちゃう。もうちょっとな、真剣になって頑張らんでもな、真剣になったら絶対絵点取れるって。パソコン覚えられんねんからさ、他のことできんねんからさ。パソコンができてへん。うん、ちょっと半端なんですよ。まあ、それもちょっと半端には高いの。いいかな。もう魚ちゃうわ。何できた？うん。あんかけてる。かわいいな。いかずおっさんやね。なんか良さげなおっちゃんになってる。台湾新幹線や。ん？何？
お肉か、はい、お肉とね、ね、ちょっと食べてみよう。8個ぐらいあるね。3つ食べた？うん、いいかもしれない、3つやろ。うん、いいっすよね。9個作ったはずが8個やって。なんでか知らんけど。うん、できてるよ。卵待ってみたら明日食べる。食べとこ、うるさい。ケーキ食べたい。ケーキ、うん、食べようか。卵は口がパサパサする。好きやな、肉の卵めっちゃ好きやんか。これよ。しずちゃん、いる。キャラメル。猫。はい、ということで、まず。ん？え？止まった。ちょうどいいやん。はい、ということで、暑い。体が温まりました。これね、なんだ、今日のおでん、美味しかったです。はい。おでん言うても市販の、おでんの具に市販のスープやからね、大して、なんてあっちゃん作ってないねんけどね。豚肉と、餅巾着と、卵を足しただけやけど、青野菜か、ぐらいやけどね。はい。でも、おでんは美味しいし、体温まるし、これから冬はね、おでんですねって感じです。さあ、明日、残ったおでんを、お父ちゃんとかにもスタートしてもまだ残ってるからね、うん、それでもやっぱり、あれしましょう、何リメイクして何を作ろうかなって悩んでんだけどね。またそのままね、おでんまた連続で食べるのも嫌やから、はい、なんかします。おでんカレーにしてもいいのね、まあ、ちょっと考えます。ではまたね、バイバイ。